タートしました。少しバラッとしたスタートになりました。好スタートは6番のディープボンド、内から上がっていきます。4番のタイトルホルダーに外から7番のアイアンバローズ、さらに続きます9番のヒートオンビート、外目から10番のジャスティン・パレスに内は5番のドーデュースという隊列。現在第4コーナー回っていきます。花に立ったのは4番のタイトルホルダー、2馬身のリード。2番手争い9番のヒートオンビートに7番のアイアンバローズ、正面スタンド前。2、3馬身離れて10番のジャスティン・パレス、赤色の帽子5番のドーデュースと6番のディープボンドに挟まれております。内からは1番のソウル・オレンス、シャフリヤール、外目から16番のスターズ・オン・アースなどですが、ここは馬群は一段です。第1コーナーと第2コーナーの中間点、先頭は4番のタイトルホルダー、2馬身のリード。9番のヒートオンビートに7番のアイアンバローズと続きます。向こう上面で5番のドーデュース、少し先行体制武豊、6番のディープボンド、間からは10番のジャスティン・パレスに大外からは外枠の馬たち上がっていきます。14番のプラダリア、15番のスルーセブンシーズ、16番のスターズ・オン・アースなど、さあ勝負どころ第4コーナーです。先頭は現在4番のタイトルホルダー、残せるか。外から迫る9番のヒートオンビート、さらに5番のドーデュースが早めに上がっていく。武豊、勝負を仕掛けるか。ここで馬群の中から10番のジャスティン・パレスだ。漆黒の馬体がうなる、なんという足だ。一気に先頭に降りれた。先頭はさあジャスティン・パレス、翼を広げるか。間違いなく飛んでいる。先頭は10番のジャスティン・パレス、外からは16番のスターズ・オン・アースだが、先頭は10番のジャスティン・パレスだ。1着でゴールイン。ディープインパクトによる衝撃はまだ続いていきます。ジャスティン・パレス1着。